はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、ふくらはぎを細くするエクササイズとストレッチを紹介させてもらおうと思います。まずですね、そのエクササイズとストレッチに入る前にふくらはぎについてお話がありますんで、ぜひ補足したい方は最後まで聞いてください。まずふくらはぎはですね、大きく2種類の筋肉からできてまして、腓腹筋とひらめ筋って2種類あります。よくね、皆さんが使ってる筋肉、まあふくらはぎがね太いなって思ってる方は腓腹筋が主に使われております。その腓腹筋の下にひらめ筋というのがあります。この上の膨らみ、外側の膨らみは腓腹筋です。この中にある筋肉がひらめ筋と言われております。特徴としてはですね、腓腹筋は瞬発的な動きに使われます。でひらめ筋というのは遅くゆっくりした動きにひらめ筋が使われます。ランニングをしているとか縄跳びをしているとか、あとはかかとの上げ下げをやっちゃってる人っていうのは腓腹筋を主に使ってしまって、ふくらはぎが細くなるどころか大きくなっちゃいます。なのでしっかりね、補足したいって方は腓腹筋を使わない今からやるエクササイズをやってください。今日ですね、椅子もしくは何かつかまるものを用意してもらってやっていきます。この状態でですね、足をかかとをしっかり上げます。このまま膝が90度になるまで降りてください。この姿勢結構辛いんですけど、この状態でゆっくりかかとを下げたらゆっくりまた上げます。こういう感じです。ちょっとこれ椅子がねグラグラしちゃうんで難しいんですけど、もうちょっとしっかりしたものにね掴まれればいいんですけども、今ないんで、この状態でお尻しっかり出してかかと上げてゆっくり下げたらまた上げます。結構ももも辛いんですけども、この動きでねゆっくりやってください。この状態でふくらはぎを触ってもらうと分かると思うんですけども、柔らかいですから腓腹筋は使っておりません。こういう状態でやるとふくらはぎは触ってもらうと分かるんですけど硬くなっちゃってるんで、こういうカーフレイズでは大きくなる腓腹筋を使ってしまいます。この姿勢でひらめ筋を使ってください。これゆっくり行ってください。このかかとをしっかり上げた状態で1秒ぐらい止まっております。こういう感じです。で、ひらめ筋を使って腓腹筋の筋力を落としてください。はい、では今使ったひらめ筋を伸ばしていきましょう。簡単です。足を前に伸ばして、つま先をしっかり上げて、前にかがむだけです。手が倒う方はね、しっかりつま先を自分の方に引き寄せながら、前にかがんでください。ぐー。反対もいきます。しっかりつま先を引き寄せながら、たわない方はね、しょうがないんですけどね。まあ、タオルかなんか持って、ぐーってやってください。たわう方は、しっかり足を寄せながら、前屈です。といった感じで、ストレッチをしてください。はい、お疲れ様でした。今みたいに、ひらめ筋を使うっていう意識をしてもらうと、腓腹筋が発達して、ふくらはぎが大きい方は、腓腹筋の筋力がね、だんだん落ちてきますんで、それでひらめ筋を今のエクササイズで鍛えていけば、日常生活的にはですね、瞬発的な走ったりとか、縄跳びとかしなければ、腓腹筋はもう筋力が落ちてね、細くなってきますんで、ぜひ今みたいにやってふくらはぎを細くしてみてください。ストレッチはね必ずやってください。まあお風呂上がりとかね、マッサージもしこうねオイルでこうできればそれをやった方がいいです。疲れないようにすることが細くすることにもつながります。疲れているとねすぐ張ってしまうんで、張ってしまうとふくらはぎも筋力をもっとつけなきゃいけないって感じちゃうんでね、発達して太くなってしまいますんで、しっかり休めてねストレッチをして柔らかくしている状態で日常生活を過ごすとふくらはぎは細くなってくれますんで、ぜひ頑張ってみてください。ちなみにね、今のかかとのね動かす運動、スクワットカーフレイズ、名前がまあそのままなんですけども、スクワットしたままカーフレイズするんですけども、まあ普通のねカーフレイズとは違ってね、大きくならないふくらはぎの筋肉が使えますんで、もうほとんどねあれ以外しかないんじゃないかなと思ったりするぐらい意外と大切なメニューです。ぜひやってみてください。足痩せに興味がある方は説明欄にブログも貼ってますんで、よかったらご覧ください。ためになったよって方はぜひコメントもらえると嬉しいです。タートルでした。